お芋の明太チーズ焼きを作ります。じゃがいも 100g、 長芋 100g、 卵2分の1個、明太子 20g、 白だし大さじ1、マヨネーズ大さじ1、20回ブンブン引っ張ります。フライパンにサラダ油適量を入れ、ブンブンした具材を入れて蓋をします。縁が固まってきたらピザ用チーズを適量入れ蓋をします。チーズが溶けたら完成です。